足、顔、心と見えてきて人間が嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。トゥルルルル。あら。トゥルルルル。関川淳二の怖い都市伝説。もう都市伝説と稲川と本校ですごいごちゃごちゃになってる。ホラーのトリプルアクセルを決めていただきました。うわー、前からね、大好評いただきました関川淳二の怖い都市伝説シリーズ第2弾。もっとやってなかったっけ。知りませんけども今回やってみたらいいんですよ。女性教員学園総内開始事件。漢字で書くと、はいはい、女性教員のトイレ。あ、トイレ、うん、の中で開始した事件。うわ、前の都市伝でさ、そうです、僕が次やりますと言っていたあのお話です。うわ、来た、まあ、そちらを今回掘り下げて話していく。うわうわ、まあ、先ほどね、皆さん楽しみと言ってましたけれども、はい、この事件本当にもうあまりにも不可解な事件、バリゾーゴンという映画のモデルになってます。何この事件元に映画になってんだ。もうそれぐらい謎の深い事件なんです、1989年、菅野直之さんという男性が遺体として発見されます。なんと人口1万人ほどしかいない小さな村で起きた事件なんですけど、村系ね。ある23歳の、ね、女性教員がトイレを仕事したところ、まだボットンベンジャーの時代なんです。ボットンベンジャーって下真っ黒じゃん。 そう、ね、そこに靴みたいなのがあったんです。えで、おかしいなと思って、外の汲み取り場に行こうとしたら、その蓋が開いていたと、そしたところ、足、顔、心と見えてきて、人間が死んでいることが発見されたトラウマにしかならない。開幕のパンチ力やばいですよ。やばい、てか、人間入る。まあ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 、落ち着けよ。楽しみ奪うんじゃねえよ。これもうほぼ入れないんですよ。でボットンベンチはトイレの中じゃなくて落ちる場所だもんね。そう、ところの穴。どれぐらい無理なのかを物語っている事件、まあ証拠っていうかお話がありまして、はいはいはい、重機を用いて遺体取り出したんですよ。重機、出せないから、周り掘る力ないショベルガーとか、そのレベルの場所に果たして人間はどうやって入ったのか。そして謎2つ目、遺体がありまして、一足見つかったんですけど、なぜかもう一足は付近の河川敷で見つかったんです。事件場所は学校なのか河川敷なのかっていう思いますよね。もっと謎深まっていきます。おー、ないないない。鍵が開けられた状態のままの車が中間地点の駐車場で見つかるんですね。どこで亡くなったのかっていう。早くそれぞれの点を一つの線に結んでよ。早く先に言っておきましょう。はい、結びつかないんです。結びつかないの。え、結びつかないの。こういうの大体結びつくんちゃうの。何が怖いか、僕が話しているこの話は未解決事件です。あーもう、未解決もやもやするね、それ ね、この時点、自殺か他殺かもよくわかんない。でもこれ一応警察としては自殺でも他殺でもなく、はい、自己死。自己死。自分で死んでしまった、間違えて死んでしまったという判定に至ります。なわけないやん。入らんもん。いや、おかしいじゃん、おかしすぎる。誰もがそう思うじゃん、おかしすぎる。でも実際に起きてる現場状況が人間ではとてもできないという状況なんです。あらゆる点から他殺や自殺はもう認められない。いやー、なので無理やりですよ。女性のエッチな部分を見たくなってしまって、覗き込みに行った結果死んでしまったという決断に至ったんです。すごく、なるほど、なるほどじゃねえよ。気持ち悪い。なるほど、頭いいな。この時点でもう僕はちょっとゾッとしました。ホラーとかにある超強力な悪魔がやったのではないかと。おお、悪魔。あー、もうそういう話になってくる。普通にだからそういうことが想像できちゃうぐらい、もうありえない。不可解すぎるな。もう少し深く掘り下げる。まだあるんすか。まだまだ。当時の菅野さんの状況というか人物像を説明したいんです。これちょっと長いんですけれども、千葉都市26歳、隣町の会社で主任
人になっているような人望が厚い人だったわけです。学校と関係ないじゃん。明るい人で、あの青年会のレクリエーション担当部長を担っていたそうで、もう誰からも好かれるような人だった。そんな人が果たして自分の意思で覗き見をするのでしょうかという話はありますけど、 その菅野さんなんですけれども、はいはい、発見された時なんと上半身裸だった。謎だな、また謎だ、謎しかねえな、もう。でもこの謎は警察は他にやり方がないので事故死としたわけじゃないですか、はいはいはい、で、汲み取り口が36センチだったわけですよ。36? だから汲み取り口から入れるように何とかして少しでもかさばらないように服を脱いだってされてるんですよ。これでもちょっと無理あると思います。限界あるでしょ。限界あります。でもこう限界突破していきます。なんとその事件当日は雪がすごくて積雪量20センチ、めっちゃ積もってる、めちゃくちゃ積もってる状態で上裸になってまで覗き見するためにうんこまみれの便座入っていくかというこの不可解具合、ね、やばいね。クレさんはやっぱ同じ立場として、うんうん、どうしても見たくっていう情熱があったら、俺はやるね。じゃあやるわ。いや、立証されちゃったね。やるんだ。でもありえないから。いや、ありえない。こいつが例外すぎるだけでも。またね、怖いのを楽しませるようなもう事件なんですよ。うん、もうだから映画になったようなレベルなんですけれども。ああ。聞こえたよね。ガタンガタンってこと、なんかことみたいな感じで聞こえた。全然ここ聞こえてない。どっから。上向いてって口はマジで聞こえて、映画になるような話なんで、はい、まだまだみんながゾッとして楽しんでしまうレベルの怖い話が続くんですよ。村が怖いって言ったじゃないですか。これ犯人に候補として挙げられた方が一応いまして、はい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 、それが一人が村長なんです。村長村の村長。ちょっとやばい匂いするなこれ。でもなんとこの村長選挙に立候補していて、数千万って大金かけて、ギリギリで勝利するわけです。でも対戦相手はもうお金とか一切かけず自分の人望だけで、もう真っ当な選挙をしたい、そういうのを言い張ってた人物なんですね。その対戦相手が菅野さん。うわこれやばくないですか。あれこれはちょっとトントをやってんなこれ。組んでる可能性あんな。で選挙っていうのはさ定期的にさやるもんだから期間が経ったらさ、もう一回戦う可能性あるわけですよ。まあそうだね、そうだね。その時にまたその数千万用意できないんですよ。うわーってなると邪魔でしょうがないわけですよ。なんと事件が起こったの選挙の数日後。うわー寄ってきた。これもいろいろ揃ってきちゃってるもん。だから超黒っていう目で一旦見られたんだけど、うん、あまりにも状況がやばすぎてただの事故死という判定。まあまあそうよね。でも本当にもう有望な方ですよ。選挙でももう勝つか勝たないかみたいな人、うん、覗き見するなんてもう僕から考えてもありえないと思います。今の時点でまあポンコツ以外はそうね、ありえないだろうって思ったじゃないですか。ありえないですよ。だから村のなんと 50%、 4000人の方がそんなわけねえだろってことで、うん、署名活動を始めたんです。4000人も4000人うんこと人望まみれだったのか。やめろ。それを言うなら人望とうんこまみれにしよう。先うんこやばいから。まあ、それは置いといてよ。まあ、そんな菅野さんですけど、4000人の署名集まりまして、改めて調査しても、うん、現世はないと。あー、もう村長だって。これ、当時の新聞の画像があるわけですよ。その感じがもう鳥肌もんなので、おちょっと見せてください、こちら。あー、出た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 狭っ。いや、でもこれ無理だよ。本当にありえんわ。これ以外ないわけでしょ。取り口が36センチ、便器のボットンの部分は20センチ。あー、はい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 。じゃあ頭から突っ込んで降りてんじゃん。いやー、そう、この向き的に頭からじゃん。めちゃめちゃ痩せて入るって、でも無理かな。無理でしょ。無理だよ。肩幅がもう。が頑張ってみ。めっちゃ頑張って、めっちゃ頑張って、めっちゃ頑張って。そんなもんでしょ。30。だってここが頑張れても、ここ頑張れない。うん、でも、外国の脱獄州で、脱獄したいがために、30センチのこう、上の窓から逃げたんだよ。めちゃめちゃ優しい。外して、自分こうやって、こうやって、やつを外して、ヨガとかもやって、自分の肩の関節が全部外せるんだって。そうやって逃げたやつもいるんだよ。関節なくしてんのじゃ。それは脱獄囚の話ね。そう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 。こいつ何のために努力したって、こいつうんこのために努力したって。ありとあらゆる時点から不可解な事件、やばい、ミステリーな事件、そう、俺が未解決事件だ。おー、俺が正義側です。
怖いな、怖いなと思ってね。いいでしょ、それだけだ。最後に来た。何が怖いって今思い出したからね。ということで、関川淳二の怖い都市伝説シリーズ、怖かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よーし、怖かった。これが 1.5 万で早めに怖い都市伝説シリーズやりたいと思います。うわー、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ホラーナイトじゃ終わりが。